こんにちは。どうも、ひでおです。よくぞこの動画を再生してくれました。本当にありがとうございます。ということで、この動画ではですね、僕自身が読んだ本の感想をそのまま僕自なりに率直にノーカットで、えー、お届けするという動画でございます。なので、1.5倍速とか2倍速でうるえって聞いていただけたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。ということで、今回読んだ本がこちらです。ルルルルボン。はい。全部捨てれば。 という本でございます。この中野義久さんという方の本でございます。はい、これ多分みんな多分見たことある人は見たことあると思います。はい、今回こちらを読みましたので、そちらの感想をアウトプットしたいと思います。えっとこちらですね。amazon でえっとね。kindle unlimited で今回読料しました。はい kindle Unlimited っていうのは月額990円だっけ？980円かなまあ、1000円ほど払うといろんな本がもう読み放題。みたいな 感じですですこれが一冊いくらっけ千何本ぐらいなんですけどつまりはね結構コスパいいんですよね kindle u n l i リミテッドってなので、えっと、一応概要欄にねこの「全部捨てれば」っていうこれこちらのね本の URL とであと「kindle u n l i リミテッド」の URL 貼っとくので気になる方は確認してみてくださいはいということで結論いっちゃっていいですか早速結論なんですけどもう商業無常でございます。はい えこの人自身がそれをまあ体現というかまさにそのまま生きてるそう自分として自分の人生を生きてる方だと思ったしそうっていうふうに僕は感じましただからミニマリストっていう感じでも捉えられますしバックパッカーみたいな感じでも捉えられますしそうでもちろんこの人って僕ねもちろんって言っちゃったんですけど僕全然知らないんですよこの中野さんって方誰なんだろうみたいな。 ただシンプルにタイトルが全部捨てればっていうところで僕自身も9割の物事とかを手放してきて洋服とかもねいつも通りスポーツウェアでこうやって過ごしててもうこれも半袖ですけどそうっていう感じで生きてたので生きてるのでなんかこう参考になるかなと思って読んでみたら本当にこの人ってシンプルにすごすごかったですはい要するに経営者みたいな感じでこう特にやりたいことがなかったみたいな。がゆえにこだわりがない。 つまり何でもできる何でもできるというかこだわりがないからこそ何かこう頼まれたこともそうだしやりたいなって思ったことが出たらそれをやれるっていうそういう人なんだなっていうで何かどん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 海外になんか行っちゃってたりだとかで海外の人と何かこうなんか経営かなだかやったりとかでそこから寺田倉庫って呼ばれるようなそれの代表取締役みたいなのになっちゃったりとかで今75歳なんですけど75歳かそうでなんですけど。 とにかくもう3歳児のようだみたいなこうあの他のねその対談じゃないんだけどそのコラム的な部分があってまさにこのこの方はね、えー、中野さん中野義久さんはもう3歳児のようだみたいな風に書かれてました、はい、で僕の感想なんですけど、えっと、ちょっとこれ一応ねインスタとかにもねあのほぼ同じようなこと書いてるので、まあ、インスタとかブログとかツイッターとかをねあの見ていただけたら幸いです。 えっとね、本当この本は、ね、短い言葉と文章でまとめられていてす読、えー、スラスラ読めましたそう僕お風呂で今読んでるんで今んんるよそうあの基本的にお風呂でこ,れよあの,このタブレットねファーウェイの安いタブレットで読んでたりとかあと僕タブレット PC を使ってるんですけどそれでこう机で読んだりとかっていう感じで結構なんだろう そういろんなとこいろんなとこでといううかねそうあの読書をしてます。でお風呂で普通にスラスラーってうんで1日2日も書か,かなかったかなぐらいで読めました。はい、でやりたいことがないということがゆえにこだわりがなく何でもできる何も持たないからこそ過去に縛られず未来に悩まず今日を大切に生きることができるこれあの僕の言葉もそうなんだけど一応ここから引用してる部分もあったりとかします。はい でもしかしたら明日何かで死ぬかもしれない確率が一応あるじゃないですか僕たちってそうね明日どうなるかなんて誰も分かんないですよね一応高確率では僕たちは明日生きてるっぽいんですよ今日も今も生きてるけどこの動画が上がってるところには頃には僕もあなたもどうなってるか分かんないですよねそうだからその生きてるのが当たり前とかじゃなくもう明日どうなるか分からないなら今興味あることとか やりたいなーって思うこととかをその取り掛かってしまった方がいいよね。って、僕はこれを読んでて思いました。はい、まさにこの中にもそれ書いてあります。そう、うわーって思いました。で、あと読んでいてね。規模とか範囲は本当にさっき言った通り、もういわゆる社長というか、そう。もう CEO と言いますか？<laughs> もう実業家と言いますか？もう本当。 そういう方なんでもう僕、僕がね、そんななんか同じだなんて言ったら、もうおこがましすぎ、て何もってか言えないんですけど、そう、範囲は違うんですけど。僕もまさに同じ思考で生きてます。目標はいらない。会社は道具。予定を捨てる。やりたいことがなくてもいい。とりあえず座席に立ってみる。頑張らずに夢中になる。頑張りすぎたらやめてもいい。とかね。こういうことがまさに僕はこれ普段意識というか。 これをまあ自分はそういうふうに生きてるんですけどそれに対してこの「全部捨てれば」にも書かれてるんですよそれが今僕が言ったようなことがだから読んでてすごい読みやすいしパッと読めるしさらにはそれが書かれてたことがちょっとびっくりしましたよねああ,あ,あいいやっぱいいんだみたいな <laughs> そ,うそうなんですこの人もだからその目標とかがなかったりとかそのさっき言ったやりたいことがないって ただそれがゆえにそのこだわりがなくなるそうあれがやりたいからこれはやりたくないですとかじゃなくてあじゃあこれちょっとや,やってみようかなみたいなことにどん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 手を出したりとかでこの人はその会社で残業とかそのずっと仕事をしてたわけがあったりとかしてでそうすると「頑張ってますね」とかさ「夜遅くまで大変ですね」みたいなさあるじゃないですかそういうセリフ だけど、この中野さんからしたら、このね、中野さんがまだ、なんていうんだろ下積みといいますか、いわゆるその、仕事、あの、社長とかの前にね、ずっと仕事してたみたいな、その時に、どういうことかっていうと、違くて、夢中だったんですと。そう。頑張ってないんですよ。夢中だったんですって言ってて。まさに、僕も、ウォーキング、今日、朝もすでに今日、今、もう8000歩朝歩いてるんですけど、そう、朝5キロぐらい、5キロ以上歩いてるからそう別に、 なんだろうやっぱりあれなんですよただ歩いてるだけじゃないですただ歩くというか太陽浴びてそうあのオーディオブック聞いてみたいな頑張ってないんですよただ歩いそのただっていうのも変だけどこう歩きたいから歩いてるみたいなそう聞きたいから歩いてる太陽浴びたいからみたいな頑張ってるからじゃなくて歩きたいから歩いてるけん、まあ、健康になりたいからとかもありますけどね、まあ、いろんな理由があって歩いてるから やっぱり勝手に距離が伸びるんですよ5キロとか、まあ、この前まで、ね、僕なんかよくわかんないけど2ヶ月ぐらい毎日1 0キロ歩いたり走ったりしててそれすらも最初の方とか最後の方なんかねめちゃめちゃ頑張っちゃってたんがあれで、ね、自分も会ったりとかしたんですけどやっぱりね最初の方とかなんてただただなんか知らない街とかをずっと行ってたから面白くて夢中になってましたよシンプルにっていうのがね、えー、ば書かれてたりとかします。でこの本書にもね書かれてるんですけど本を捨てるとか思い出を捨てるとか書かれてて。 僕もですね、卒アルとかスーツとか本とか本棚を手放したことをちょっと思い出しましたそう僕のねインスタとかもしかしたら僕の動画とか過去あさると結構本棚とか本がいっぱいあったりとかしてたんですけど、まあ、それも手放しましたそうやっぱりこの9割ぐらいっていうか僕の場合9.2割ぐらいがもう本当に手放してきたらめっちゃ身軽になってそれううこそさっき言ったそのもう夢中になるとか予定がいらないとかって本当にそうなるんですよね全然その いわゆる病院に行くとかさインフルエンザの注射打ちに行くそういう予約みたいな時に予定は使うけど予定を使うとか入れるけどほとんどもうカレンダー Google カレンダーとか僕は使ってませんそう。ってぐらい楽になるというか身軽になるというかって思いましたで、まあ、最,後なんす最後の方なんですけどそうやりたいことがあれば生きてる今実行してみていいしつまらないならやめてもいい頑張ってやってるじゃなく なんか面白いかからやってる、なんかよく分かんないけどハマってるみたいな感じで脱力感で生きてるとなんか結構毎日楽ししくくてうまく回転したりすることが多いで。この方は経営者や実業家みたいな感じでありミスミスえ感じというかそうなんですけどでありミニマリストでもあり旅人のような生き方をされていてすごすぎって思いましたえ。僕ももっと正直に。 えー、自分にね更に正直になって生きてそして変化していこうと思いましたというのが僕の感想でございます。うん、いやマジでね読んでてね、うん、あこ,けこんななんだって思ったこういう本なんだって全部捨てればって聞くとさなんかちょっとあれですよねその今時のさ、まあ、今もちろん今の時代に対しても通ずる話か逆に今だからこそさらに進化がとあの発揮されてるような本だと僕は思ったんですけどそうこれをだけ見るとさ あなんか捨て,ること捨てればいいんだって思うんですけどもちろんそうなんだけどなんか読んでてねやっぱりこの変化とかそう変化に柔軟になるとかいろんな変化とかあとコネクティング・ザ・ドッツそうスティーブ・ジョブズさんが言ってたねあの最後に点が点と点をつなが勝手に線になるみたいなのとかあとその情報だとかそう結構ね本当にミニマリストとか捨てるとか修行僧とかそういうあれじゃなくて本当にただただこう諸行の上に生きてる人の。うん 本って感じがしました。そう。だから読んでてね、なんか元気になりました。<laughs> そう。あの、どっちかっていうと、堀江貴文さんとかというの、そういう、あの、なんか考え、えてかそう、ほぼ似てるというか。そう。過去にこうだったから、未来はこうなる。ってのは分からないんですよね。過去は過去で、未来は未来だし、で、未来もどうなるか分かんない、みたいな。だったら自分が変化して、未来に、 柔軟に対応できるような自分になっていけばいいしみたいなで。あと、そのさっき言ったコネクティングだ。ドッツっていうところ。でも何が最後に繋がるかなんて誰もわかんないんですよ。自分であれをやれば必ず来10年後うまくいくっていうのはわからないんですよね。そう、お店は潰れちゃったりするし、そうすると新しいテクノロジーが生まれて新しい。そのテクノロジーによって生まれた仕事もあるわけですよね。まあ、今で言うとウーバーとかメルカリとかもそうですよね。で、誰もさ昔はドライバー一人で。 個人事業主としてて配達ななんでできなかったわけですよあのでどっかのお店が雇ってみたいなのがまああったかもしかしたらやってる方いたかもしれないですけどねいわゆるそういうのがなく,なくてウーバーそしてスマートフォンアプリっていうそういうテクノロジーたちが生まれたおかげでまた新しいのが生まれてで今なんかフードパンダだとかなんとかかんとかとかいっぱい配達またありますよねデリバリーとか。 で、今度はドローンが生まれて、なんかドローンの、なんだっけ、日本も確かちょっと許可されるようになるんでしたっけ要するに空中で配置、空輸ですよね。空中でアマゾンを配達だとか、荷物を配達とかになると、運転手の人たちが次は仕事を、運転手分の仕事がちょっと減ったりとか、ね、もちろんあの兼用、ダブルアタックでね、運転手とドローンと、とか、あと自動配達ロボット、みたいな感じで、こうやっていろんな仕事とか、いろんな働き方とか、 が生まれるんですよ、ね、っていうの感じでなんか今ちょっと話がちょっと違うようだと思うんですけど要するにそういうのも含めた上でやっぱり全部捨てていくと自分が変化できたりだとかある意味自分はここうううだだからこういいいいい人生を歩まなななきゃいけないんだじゃけんんじくていいんですねそう全部捨てちゃったらそれはゼロだから要するにあなたが今からじゃあこれやりたい過去はこういうことやってたけど今はこれやりたいって思ったらそれやっていいんですよ。 でやってたら結果的に過去と過去の情報経験、えー、もしかしたらそういうデータが自分の,その何か今やってることに生かされることもあるかもしれないわけですね。これがまあコネクティングだどうつっ,ったらだと思うんですけど。そうっていうね。だからなんかこれ読んでてねああすごいこうある意味これビジ,そうあのビジネス書的なそのなんか一応そのなんかあのポカったらしいんですけど全然あの生き方考え方思考法ライフスタイル でもあるしそ,うそしてそのある意味常識と呼ばれるようなうん何だろうねその捨てるとかさえーどうのこうのとかさそのねあると思うんですけどまさにこの人は今っっぽいい生き方だなって思いましただから洋服も現地で買うみたいなそうだからバッグはもうちっちゃいカバン1つで十分みたいなこれ結構さ今さユニクロとかがはやるというかユニクロがもう大規模じゃないですか結構多いですよねその 業業家の方とか実業家ののの方方とととかかか実バッックパッカーの人とかもそそうう現地で買っちゃいいますみたいなそうだからそこの人はすでにこれだいぶ前の人では思うんだけどまさに今っぽい生き方というかそうなんかねすげえなと思いました時代がき全然違うはずなのに1944年とか生まれの方からな,なんですけどすごいですよねなんか若者がそれをやってるとかじゃなくてこういったいわゆるその。 先人の人でさえも今みたいな今のこの時代の生き方を取り入れたりとか逆に言えばそれを先駆者としてやっていたっていうのはうわすげえなーみたいなちょっとねそういうところでいろんな発見があっていい一冊だなと思いました。ってことで おしまいです。以、え、上、ー、概要欄にねちょっとさっき最初に言った通りなんですけどこの全部捨てればっていう本の概要欄の概要欄でリンクを概要欄に貼っておきますのであと「KinZoLearnLimited」の URL も貼っとくので気になる方はチェックしてみてください。はい、ということでなかなかいい一冊だなとちょっと僕これもう一回読みたいなみたいな,そうな大体ね何,何回も読んでるんですけどねそうあの結構ねいいっすね。 ということで、動画おしまいです最後までご視聴ご。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。